今回はノーマル隊がヨリモリを紹介していくよ。 1.5 コス武力6知力に気合持ちと火の打ちどころがない武闘派スペック。計略は式4で発動時の式が高いほど武力が上がる。式12時に武力プラス10で効果時間は7カウントと、この6スペックのカードが持つ計略としては衝撃。決して主役になる計略ではないけど、箸投げするだけでも仕事できるおすすめのカードだよ。引き上げよう。面白き戦で終えた。混乱した敵など葬るにたやすい。敵の力を見誤ったか。もう時間かしら。臆病ではない、慎重なだけだ。攻めて。まだ終わらないのか。捕まえてやら。そうね。放て。そうね。攻めて。そうね。手を出すやつは骨も残らんと思え。面白き戦であった。そうね。攻めて。竜兵発動。一の方放て。骨も残らんと思え。流派発動。三の方くそ下がれ。斧が理想に潰されたか。我が瞳には毛利の未来が見えている。やるよ、一族のために。のんびりまったり行きましょう。そうね。これ卑怯となる。戦機解放。
仮視点がごとき有力を。天気流派発動。身の肩引き上げよう。斧が理想に潰されたか。なり視点がごとき有力を。ワコード、下がって俺の戦を見ておれ。敵の力を見誤ったか。突撃！のんびりまったり行きましょう。のんびりまったり行きましょう。突撃！まだ終わらないのか。突撃！どうとなる！突撃！流派発動！身の肩熟であった。ここまでか。面白き戦であった。クソ、下がれ。捕まえてやら。最後は白ゲージのリードを使って迎撃をされないようにじっくり守って1試合目。今回は2試合あるよ。2試合目は緊急修正もまだまだ環境トップで話題の浅井長政や玉もクロスの鉄器が相手。相手のペースで式7号令を打たれると厳しいからなるべく屈辱に戦いたい。敵の力を見誤ったか。ただで死ぬと思うたか。飛べ飛べ。引き上げよう。羽を焼かれようと。死ぬ前に退散だ。てめえ、この俺が。捕まえてやら。臆病ではない、慎重なだけだ。まだ終わらないのか。そうね。やられるものか。消えろ。出過ぎたか。手を
残らん。いい仕事してやるぞ。そうね。このが理想に潰されたか。羽を焼かれようと。消えろ。骨も残らんと思え。発動。見ろ肩。死ぬ前に退散だ。周囲に敵はいないだろうな。流派発動。見ろ肩。強となる。引き上げよう。野望の光、輪廻のささやき、ウグイスの声。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。そうね。まだ終わらないのか。ただで死ぬと思うたか。最高なんだけど。羽を焼かれようと。野望の光、輪廻のささやき、ウグイスの声。消えろ。ただで死ぬと思うたか。戦機解放。発動。三の肩。出過ぎたか。もう時間かしら。死ぬ前に退散だ。ここからは私自身の正義に従う。やるよ、一族のために。
のんびりまったり行きましょう。のんびりまったり行きましょう。この局面は流派発動可能表示が邪魔なので使用。そろそろ自城付近に部隊がいるときは表示されないようにするか、表示場所を変更してほしいところ、もしくは設定でカスタムできたらいいなと思う。不死鳥となる。というわけで2試合をお送りしました。